お昼の時間帯ですがリラックスしてます。こんにちは、隣のテレキンちゃんって番組のアナウンサーしてます守屋と申します。お話伺ってもいいですか？何買ったん？抹茶ミルク。美味しそう、はい、しかもホイップも乗ってる。はい、そうなんです。みんなは友達で同じ専攻。え、何の専攻なんですか？製品デザイン。製品デザイン製品です、製品。あ、製品デザイン抹茶めっちゃ美味しそう。大学にこうやってキッチンカー来たりとか珍しいですよね。いや、今までなかったんですよ。旧キャンパスが実際に新しいキャンパスになって、まあ、こう変化も生まれてどうですか？移ってきてみてキャンパス新しいのは。まあ、今までこういう開放的な空間自体がなかったのでいいなと思いました。フィルムカメラで一緒に皆さんと写真を撮ってもらいたいんですけどお願いしてもいいですか？ありがとうございます。あ、ここにベンチがあるんだ。共有スペースみたいな。何してもいい。ご飯食べたりくつろいだり。めっちゃ大きいテーブル、超開放的だね。これ撮りますか？ID って略すんですけど、製品デザイン専攻、インダストリアルデザインの頭取って ID っていうの、D のポーズっていうのがクラス内で横行してるんで。左手まっすぐの右手手のひら分ぐらい。そうです。デザインのね、D。はい。いいね。いきまーす。はい、チーズ。